やれやれ、どこかで恨みでも買ったようだがね。さしずめ君の親でも殺したかね。ここで先に虎の彼女を始末しても問題はあるまいかね。虎の戦士か。まったく、死体ならばリミッターもなく潜在能力を 100% 発揮させられるということかね。それにしても凄まじい力ではないかね。あれは虎の戦士、まだ聞こえるかね。あたよキアス呼んでくれてんじゃん。君が私を何らかの理由で憎んでいることは理解した。それを理解した上で私は君に協調を申し込みたいのだがね。なんだって、てめえ酔いが覚めるようなこと言ってんじゃん。約束しよう、この状況さえクリアになれば、その後は君が望む条件で、君が望むままに決闘に応じる。中二大戦など関係のない一対一の決闘だ。いいかね、君が私に決闘を申し込むのではない、私が君に決闘を申し込むのだ。分かったよ、申し込まれてやら。で、あたよ何をすればいいんだ。何もしなくていい、君はそのまま泡を吹いていれば。本当、いいように使われてやがるな、俺様の弟は。